オートバイ類に関して語る文脈で、トップボックスというと、主にオートバイの後部の上部に取り付ける荷物を積載するための箱である。トップケースやリアボックスなどとも、多くはヘルメット1個か数個分ほどの大きさであり、施錠が可能である。使わないときは箱部分を取り外すことができるモデルもある。上部に取り付けるから、トップケースやトップボックスと呼んでいる。 この用語で対比されているものは、オートバイの側面に取り付けるサイドケースである。リアボックスはその容量の大きさから設置によって、積載性や利便性が大幅に向上するが、SS のようなフルカウルのモデルに設置すると、流線的なデザインを乱し全体的な美観を損ねる場合がある。揺れでボックスの中で荷物が跳ね続けることもあるため、若干注意が必要である。 そこはゴムロープやツーリングネットと異なる。この箱に入れたものはそのまま1から2週間以上走行し続けると表面が擦れて一種の艶消し状態になったり小傷だらけになる可能性もあると考えた方が良い。サングラスなどを入れるのは使えなくなるので止めた方が良い。またリアボックス専用品ではなくホーム線箱などと呼ばれる。 ドームセンター等で購入した一般的な収納箱や工具箱を取り付けるライダーもいる。オートバイ用の取り付け、金具が付属していないので取り付け方法を各自で工夫する必要がある。いい加減な取り付け方をすると走行中に脱落するので危険である。ありがとうございます。